陰謀、未確認生物、進化、異次元、消えた大陸、ラーメン、地球、未確認飛行物体、都市伝説、クロマさん、おにぎり、秘密結社、プロフィール、学園、宇宙人、月の裏側。このコーナーでは、世の中でまことしやかに語られているあの話をハリさんを招いて検証していきます。さあ、再びアリ森住登場で陰謀コーナーよろしくお願いいたします。参りたいと思います。よろしくお願いします。まさかね、うん、スピッツのメンバーがそうですね、オーラ見てもらえないの、オーラ鑑定を見れないことをがっかりしてちょっと書いていくという意外な展開になりましたけども今日ね来てもらえばよかったですね。そうね、本当そうですよね。せっかくだったんで、今度別途またね、スピッツさんが来る時はもう必ずオーラ読める人、毎回オーラを読んでいただくという ねでも素敵な人たちでしたね、スピッツのメンバー、さあ、はい、今日はですね、パラカスコウというですね、またパラカスの頭蓋骨と、さすがに皆さんご存知だと思いますがとは言わないんですね、アリさん。パラカスの頭蓋骨でもね、これは名前ではピンとこないかもしれないですけど、うん、きっとこう話を聞いていけば、ああ、なんか写真で、ああ、ニュースで見たことあるとかっていう人が多いと思います。はいはいはい、このパラカスというのはですね、南米ペルーの南ですね、ペルーの南にピスコっていうところがあるんですが、このピスコっていうところにある砂漠の中にある地域のことをパラカスというそうなんです。なるほどね。で、実は僕行ったことあんのよ、ここ。あり？そう、あのペルーに遊びに行ったことが今から何年前だっけな、もう10年ぐらい前だと思います、ありまして、その時にあのピスコの方に行ったんですね、でそのピスコのこう砂漠に行って、でこのパラカス、後で出てきますが考古学博物館っていうのはその砂漠のど真ん中にあるんですが、そこに行ったんですよ。割とそれ目的だったの？何目的だったかよく覚えてないけど、僕結構砂漠好きなんで、砂漠好き、砂漠に行きたくなるんです。乾いてるね、あれは意外に。砂漠でも好きな人いっぱいいると思うんだけどね、なんかこう何にもないのってちょっとワクワクしません、まあ神秘な感じもするし、ね、しますよね、わかります。でまあそのピスコの砂漠って本当にすごいんですよ、あのまあそんなに僕もその世界中いろんな砂漠行ってるわけじゃないんですけど、少なくとも自分が体験した中では最もこう乾いた環境というか、車から10分外に出たら気を失うなっていうレベルなんですね。それ気温が高くて乾燥しすぎてるってこと？いやもうね、気が遠くなるの。もう車の中もこう冷房ガンガンにこうつけてるんですよ。で、ちょっと外歩いてみ、ね、ちょっと出るじゃない、もう2分もしたら気が遠くなってる。それくらい暑くて乾燥してるの。なるほどね。もうカラカラなんですね。全部持ってかれちゃうみたいな感じ。もう本当にその体の中の水分がみるみる蒸発していくのがこう、人間の体って7割が水分なわけだからさ、それが抜けていくのが沈んでっちゃうんです、それぐらいこう、まあ、過酷なね、砂漠なんですが、この砂漠でですね、1928年にフーリオ・テロという、ペルーの考古学者がですね、大量の、人間のですね、骨を見つけるんですね。で、その、骨はその太古のこう、墓地を発見したということなんです。たくさんの骨がありまして、これ約3000年前の人々のものだったということが、後にわかるんですが、このこう頭蓋骨の多くがですね、頭蓋変形という言葉を皆さん聞いたことあるでしょうか。頭蓋変形、頭がこう変形してる形というか、ちょっとコーンヘッドじゃないけど、この後ろの部分ですね、頭の後頭部がこうビヨンって伸びてるっていう、伸びてる状態です、異常に伸びてる状態ですね、でこの頭蓋変形っていうのはですね、その昔のまあこれも全部推測なんだけど、こうファッションだったんじゃないかと、こうちっちゃい時に頭まで柔らかいじゃないですか、骨が全部くっついてない状態の時にこう板などを使って、あえてそういうこう後頭部が尖った形にするこう文化が世界中にあったんですよ、これ。ああ、そうなんですね。すごい、これちょっと調べてみてびっくりしたんだけど、まあ南米がそういう頭蓋変形のこう、骨が出てくることでね、中南米ですね、が有名なんです。マヤ族とかインカ族とかね、有名なんだけど、ヨーロッパもね、イギリス、スイス、ドイツ、フランス、オーストラリアでも見つかってるし、ブラジルでも見つかってるし、実はここ日本でもね、その頭蓋変形の文化があったところが鹿児島県にあるんだって。で、日本の頭蓋変形っていうのは、その、
例えばその今日話しているねその、ペルーのものっていうのはその後頭部がこう上に伸びるんだけど、日本は逆にそこを後頭部を潰していわゆる何て言うんですか、絶壁というか頭がこう平らになる、そういう頭蓋変形の文化があったところが鹿児島県にあるということなんですが、まあ、要するにその頭の形を変えるというのは、古代の人たちでこれどういう意味合いがあったのかいろんな解釈があるんだけど、まあ、ファッションだったりもっとその宗教的なものだったり、まあ、よく行われていたということですね。そういうその頭蓋変形のその骸骨がこの、パラカスで見つかったんですが、非常に奇妙なところがあったと。その頭蓋変形だけではなくてですね、大後頭後という部分がその頭蓋骨の頭の中にあるんですけど、要はその首の脊髄とかを通すための穴というか、穴がこう開いてないとその脳とその神経全部つなぐためのこう穴が開いてるんですよ。その位置が普通は結構こう真ん中あたりなんですけど、非常にその後ろの方、首の方に寄っているんですね。でこういう、こう骨というのが他でこう見つかっていないので非常に興味を持たれたと。あともう一つはその頭ってこうプレートでできていて、頭蓋骨って、ちっちゃい時はそれがこう全部くっついてないんですよね。なるほどね。だからその赤ちゃんの頭とか守るんだけど、全部そのプレートでできてる骸骨が全部大人になっていくにつつれこうくっつくんだけど、まあくっついても必ずその跡があるんですよ。ひびみたいな、こういっぱいね、それが全くないと。へえ。全くない。でこう頭蓋変形して、これは人間じゃないんじゃないみたいな噂が、まあ昔からあったんです。で2014年にですね、このパラカス考古学博物館のオーナーがですね、お金を出して、この DNA テストしたんです。その骨のね、5体検査されたらしいんですが、その結果がその2014年に発表になったんだけど、ミトコンドリアル DNA に他には例がない変異が見つかったということでニュースになったんです。まあ、どういう意味だかよくわかんない。確かに。まあ、DNA に今まで人間には、なかったある種の変異が見つかったということで2014年にものすごくニュースになりました。なるほど。で、ニュースになると同時に、いやそれは何かの間違いじゃないっていう、そのアカデミア、要するに学者たちからすごいこう異論があったんだけど、これは嘘じゃんみたいな話になったんですが、今回ですね、最新版の DNA 検査がまた出てきたので、なるほど、それを今日はちょっと紹介したいと思います。一曲いきましょう、はい、モノラル。そんなモノラルのアリ森泉と言われてお送りしていますけど、はいはい、DNA の結果がそうです、はい。まあ、さっきも言っていたその頭蓋変形、頭の後頭部がこう盛り上がっているというか、こう尖っているその骸骨が、南米パラカスで見つかって、まあ、その DNA 検査が2年前、2014年に発表になりまして、まあ、その検査結果というのはミトコンドリア DNA に他には例がない変異が見つかったというのがニュースになって、それに対して科学界がそんなことはねえだろうみたいな。なるほど。僕も詳しくこれまあ両方言い分あるんで、学術的な話になっちゃうんで、どっちがどうなんだかよく、まあ、専門的すぎて正直分からないんですが、ただ基本的にその DNA 検査って、要は今もう分かっている DNA とこう照合するらしいので、なるほどね。要するに分かんないものとこうは分かんないっていう、分かんないものはサンプルないから、まあ、結局データベースにあるものしか出てこない、照合がしようがないってことなんだよね。だからこのミトコンドリア DNA になんか変異が見つかったっておかしいんじゃないかみたいな話になっているんですね。で確かにその通りかもしれないんですが、今回その新たにその DNA 検査のその、詳しい結果が出てきたんですが、それによるとですね、この人たち、まあ、今から3000年前ですよ、ペルーでもう亡くなられている方たちの、その DNA のグループがあるんですね、世界的に。これ今民間とかでもその DNA 検査いっぱいこうしていて、例えばジョーさんのその先祖には、ね、ヨーロッパの人もいたかもしれないし、アフリカの人もいたかもしれないし、こう全部それをこうどっからルーツが来てるのか分かるんですが、そのルーツの中で、この骨はですね H2A という、タイプ、これは東ヨーロッパの人たちですね。それと 2TB、これは今でいうシリアです、の人たちのだということがこう分かったと。DNA によって、ね、DNA 的に、はいはい、でこれはまた限り的な、要するに3000年前の地点で、例えば、中東シリアとか、東ヨーロッパからすでに人々が、
まあ、南米に住み着いていたと、はい、まあ、そればかりじゃなくてこの骸骨ってね、あの、まあ、毛が残ってるものも多いんですよ。髪の毛が残っているものも。でそれで見ると赤毛だったり金髪だったりするんですよね。今ちょっと写真をジョーさんにね見せてくださいな、お見せしたいんだけど、毛が残ってる人ちょっとデーブがピクッとしてたけど、ね、すごいあのそこはいいんですけど、まあ、あと一つはだからその要はその変形文化があるって言ってましたけど、そのこれですね、鑑定によってこの人たちは、まあ、変形させたのではなく、もともとこういう頭だったのではないかというふうに言われてますよね。そうですね。だから、あの、あとはその大人の、あの頭蓋骨だけでなく、もう幼児の頭蓋骨もあって、うん、その幼児の頭蓋骨もこうビョーンって伸びているっていうのがありましてですね、うん、それをこう生まれた時に変形するためには、まあ、数年かかるらしいんですよ。3、4年ぐらいかけてやっと伸ばすんだけど、うん、もう生まれて間もない頭蓋骨でもう伸びてるのが出てきてるので、なるほどね、だからそういうわざと変形してるのではなく、生まれつきそういう頭の人たちがいたのではないかっていうふうにも言われてるけど、それを隠してるわけですよね。なぜか知らないけど、みんな他の考古学者とかそういうあのヒストリアンっていうのは、いやいやこれ全員みんなこうやってわざと伸ばしたんだよ。まあでも写真とか見たらこんなのありえないでしょ。まあちょっとね、あのものすごい長さですので、うんうんうん、まあただほら分かんないけどね、その幼児のわからないですけども、中国とかだとね、その転足っていう文化があったじゃないですか。わざと足を小さくさせるって、うん、あれ、まあ、あれは完全にこう女性のセクシャリティみたいなものを強調するための文化だったと思うんですけど、まあ、もうそういう類なのかなとは思ったんですが、いやだ面白いのが、うん、そのこう陰謀説的に言うと、うん、あのこの出てきたその 2TB シリアですよね、うん、ここはその聖書によると、ネフィリムという、まあ、その聖書の中に出てくるんですけど、天使がこう降りてきて、はい、人間のこう女性と交わり子供を産むわけですね、うんうん、その舞台がこうシリアなんで、うん、こうネフィリムの子孫なんではないかという人たちもいるわけですね、うん、あと結局今までのこう歴史上考えられているのは、その南米にあの要はアメリカにはネイティブアメリカンがいたわけじゃないですか、はい、それは要はあのアジアからまだその何千年前っていうのはあのまあ、その北海道からあのソ連あ、まあ、旧ソ連っていうか今のロシアから、ロシアですね、はい、アラスカからずっとこうあの北米につながっていた、うんうん、まあ、大陸がつながってたっていうね、陸地だったのではないかっていうふうに言われて、そこからまあ我々のっていうかあの日本人とかモンゴリアンとか その先祖たちがテクテクそこからこう移動して、まあ、北米カナダの方からあの北米に行って、そこから南米に行ったのがそのネイティブアメリカンって言われている人たちで、うん、そうやって移動したのではないかと。当然まあ、その昔は船がなかったので、だからコロンビアが初めてあのアメリカを発見したみたいなこと言ってるけど、まあ、この DNA 鑑定でいくともうとっくの塔にそんなあもうヨーロッパの人たちがそこにいたというふうに、まさしくデイブが言ってた通り、だからそれはあのもう船じゃないかと、もうとっくの塔で、うん、にもうその何千年も前にも船でも移動したのではないか、うん、もうあの要は世界中をもう旅行したのではないかというふうに、まあ見ることができる、推測ができる、まあ、おそらくもうそれがおそらくそうなんだと思います、まあね、まあ、どん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 そういうその証拠が出てきてんでね、うん、まあ、昔の人たちが船でこうあの海を渡っていたというね、うんうん、で僕がすごい気になるのはこの頭のこう形というか、その後頭部がこう伸びているものっていうものにこう対してこのこう、まあ、わざわざそうするぐらいだから憧れなりなんなりがあるわけですよね。なるほどね、はあ、その元となったアイディアは何なんだろうっていうのをすごく思うんですよ。例えば今のね、その美容の世界でも、うん、やっぱ頭の形がいいとされる形というのは、うん、その後頭部がやっぱりこう盛り上がってる方なんですね、うんうんうん、それにこう合わせたようなその髪型を考えて、うん、やっぱりここがこう盛り上がっているとかっこよく見えるような髪型だったり、うん、あえてその髪でやっぱりその後ろの方をできるだけこうボリュームを出そうとするものだったり、ファッション的にも流行ったりしますからね、その髪も持ったりするやつはね、ですよね、その美容の世界でもやっぱりその美しいとされる頭の形というのはその後ろがこうポッて出てるこう形だって、そのなんか感覚というか、うんうん、根本的にほらあの人間が生み出すものっていうのはやはりその自然を見たりとかのこうイミテーションっていうところからこうあのインスパイアされるわけで、はいはい、何かをこう真似るというね、この形がこう
に憧れるその元となった出来事は一体何だったんだろうなって非常に興味深い。何だったんだとアリさんは推測してる。いや分からないですけど、だからそのザカリア・スチェンがその何ですか、スベリアタブレッツっていうその何千年前のタブレットが出てきて、それを翻訳した方がいてですね、その本によるとその三千何百年に一回こう地球上に近づく惑星ニビルがありましてですね、そのニビルに暮らしている、宇宙人というか、まあ、人の人たち、ニビル人です、ね、ニビル人がその地球に三千何年に一回来た時の頭蓋骨ではないかみたいなことを言われてるわけですね。それがまあ聖書に書いてある、まあ、あの天からあの追い出されたFallen Angels、 追い出された天使たちがこのネフィリムっていうので、それがその聖書の中ではそういうふうに書いてあるっていうのではないかと、だからそのまあだからあと近々だから散々こう、陰謀ではそのニビル星がまた地球上に近づいてきてるっていうふうに言われてるんですけど、まあその連中ではないかというふうに言われているんですね。なるほど、ね、だから地球人ではない。だからその宇宙人がその3000何百年前に来た時に地球人がそれに憧れて、あ我々も同じだから、あの当然、まあ、そこに住んでた地球人よりは知識が高く、あの技術も、科学もあの発展していたので、それを真似したのではないかと、地球人もこのニビル人みたいになりたいということで、まあ、あの頭蓋骨をわざと伸ばそうとしたのではないかみたいなことを、ね、まあ、言われていますけどね。まあ、その南米の方 の、 そのいろんなその神話の中にたくさんこう出てくるんですけど、要はその色の白い肌の色の白いこうヒゲを生やしたその知識人がやってきて、要は農業だったり法律だったり法整備だったり建築だったりをこう教えてくれたっていう神話があらゆるその部族に残ってるんですね、南米のね。でこれが一体何なんだろうっていうね、そのこうヨーロッパから誰かがこう渡ってきたのか、それとも天からこう降りてきたのかっていうようなこう推測はいろいろあるんですけど、そういう神話がこう残ってる、もう不思議にいろんなとこに残ってるんですよね。なるほど ね、 ね、ちょっと一曲、はい、ここで行きたいと思いますが、番組の頭の方でステレオフォニックス の、 あのライブを見に行ったという方はちょっとメールがどこに飛んじゃったので、はい、あのステレオフォニックス、あのフジロックの音源が OK もらいましたので、ありがとうございます。私が涙したあの曲があの名曲が名曲がデブがほろりほろりとフジロックの会場で Maybe Tomorrow フジロックフェスティバルバージョン聞いてください。あ、ちなみに今の聞こえました。かっこいい曲なのに、ふうふうって聞こえたよ。あれ僕の本当に僕の口笛です。ちょっともう一回聞かせて。そこだけ聞かせてもう一回。あ、ほら聞こえたでしょ。これでもこれそうだわ。二個目でしょ。でしょ。二個目のピーってやつ。そうそうそう。ライブ会場で鳴ってたもん。そっち。絶対僕でしょこれ。ね、そうだわ。というわけで、ステレオフォニックスフィーチャリングデイブ。そんなかっこいいもんじゃ、そんなかっこいいもんじゃねえだろうよ。どういたしまして。答えなくていい。というわけでステロフォニックス、はい、フジロックライブバージョンをお送りしました。デイブが涙したけどね。フィーチャリングデイ。そうね。フィーチャリングミ。インゼハイの節子さんからのリクエストでしたね。昨日ステロフォニックス見に行ったということで。うん、さて今日の世論調査、まあ、スピッツが初登場したということで、あなたは今年に入ってなんか初体験しましたか。うん、した 51%。お。していない 28%。そんなことより人には言えない体験をしてしまった 21%。 結構いるんだね、言えないやつね、という結果が出ました。はい、ね、アリさんどうですか、今年入って初体験なんか。初体験、はい、いっぱいありますか。いっぱいありますよ。あ、そうですか。言えること、言えることで言うと言えることしかないけどまあそうだ。初めてハワイに行く。あ、そう、そういえば、まあ、まだこれからだ、これからですよ。あ、初ハワイ、初ハワイ。アリさんもハワイ似合わなそうだよね、ぶっちゃけね。ハワイに砂漠ないよ。そうだよ、ハワイ砂漠、いや、火山があるんです。火山、それが好きになった。あの火山にです。また明日。はい。